九州3日間行ってきて、なんか、情報によると、居酒屋で、なんか、何、一人で、屋台に。屋台と九州のなあの中洲の辺りに、あそこで結構高いんじゃないですか、そうでもなかったいろいろ調べて、川沿いのメインのとろはちょっと観光地価格ど。ちょっと離れた、ポツンとしたろに行ったら、割と。 両親的な、んですあリズナブルな感じになるんだ。なんで一人で行くの？二人で行けばいいじゃん。僕とですか？えだって二人で一緒に来たんだもん。あただこっちあの時間早めて、もう飛行機の時間早めて三時間ぐらい早く行って夕方から飲んで、なんだいや楽しかったです。あの出会いもちょっとあって。どんなで？サラリーマンの人が隣に一人で来て、で。 まずっと黙って飲んでるのもあれだからちょっとその人喋ってたんですよ。で向こうは僕に気づいてなくて芸人になって何されてるんですか<ん>みたいな感じで「今日東京から仕事で僕来たんです」って<ん>その人も「<ん>あ実は僕も東京から出張で来たんです」ってあんまり出張がない仕事なんですなんかパソコンの修理かなんか関係の仕事をやっててでめったに出張がなくてすごい。 楽しい、はい、で飛行機乗ったのもあの新婚旅行以来ですっ,って言、うん、40過ぎぐらいの人なんですけど「うん、であで明日仕事なんですか?」って来たら「明日仕事なんです」っ日て「うん、な明日どういう仕事をするんですか?」って言ったら、うんあの「謝りに行くんです」っんかトラブルがあったらしくて先方に謝りに行かなきゃいけないんですけど、うん、でも久々の出張で楽しいんですっっ」前も 仙台に1年ぐらい前に出張行って、うん、その時も謝りに行ったんです <laughs> <laughs> だから僕は謝りに行くことがあると出張ができるから楽しいんですって言っててああそれはそれであ<ー>なんかあ謝るのはね、うん、まあ長くてもな 長くても1時間ちょっとぐらいな話まあその量に比べたらそう屋台で飲めたりなんかどっか知らないとこに泊まれたりは楽しいかもしれないねだからさ菓子折りとか出すタイミングとかももうさすごいタイミングで<ー>もういいよそこまでしてくんなくてもぐらい言われるんじゃない最後。 そんなに謝りのプロみたいな許してくれることが分かってて謝りに行くケースとどうなるか分からないところで謝りに行くケースと違いますよねどうせだったら見せてもらえばよかったのにどうにやって謝るんですか本当になんか気の弱そうな人でわざと申し訳ない感じが出てると一滴も飲まないんですって。 家ではサイダーしか飲ましてもらえないんです。こういう時しかお酒飲めない、すごい楽しそうに飲んでて。家でも相当謝ってますね。ああ、そうだね。プロですね。ちょっとちょっと待って、太田さん反応が早い。わかさん、ワンポります。家で相当謝ってます。太田さん反応早かったね、今。そうかね、やっぱり。多分そうだと思いますね。そうだった。ああ、そうなんだ。なんか。ああ、謝るなんかこつってないのかね。 なんかこう人の怒りは、ね、うちの鬼太郎はこれ山本慎也監督が言ったけど人の怒りは30分。 <ー> <laughs> 頭ラカ30分頭下げてればあの怒りは上を通り過ぎていくから大丈夫だっていうのが山本さんの言い方私はもう大体すごい結構あれだよ、はい、プロっちゃプロだからそうそ<れ>なんでお前だって息子がずっと小学校時代から呼び出されて大体先生が怒り出したらピークに達するぐらいに私がもっと怒るわけ <laughs> え の、逆両方だね、それ。そうすると、いや、お母さん、そこまでじゃないからって、先生が言ってまして。子供の先生の痛みのピークあたりに、まあ、もっと、あの、うちの子はだめだってことを。わあ、かけて言う。もう、しんどわびしなとか。わあ、はは。だから、そうすると、いや、そこまでじゃないからって言って、多分。 説教があと三十分ぐらい伸びそうだったのが短縮バージョンになる気がする。短縮バージョンになる。あたびんびん叩いて、そうそう。そう、あたびんびん叩いてしたら、まあまあって絶対言ってくれるから。なるほどね。まあ、これちょっといい手かもしれないね。うん。だから、誰か部下一人連れてって。このバカ、ぱって横でパン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  もう決めといて、痛くないように殴るからとかも決めといて。<laughs> うん。菓りに二個作戦っていうのはどうかなぁと思うん、ね。二個。一番最初に行った時、<laughs> この度はどうも申し訳ございませんでしたって、一 <laughs> 個あのー。<laughs> 菓子より、まあ、出しておいてさんざっぱら謝って向こうがなんだかんだって言って謝ったって本当に申し訳ございませんってそれより豪華なやつをこれは別の上司の方からみたいな,かなんかこう出すタイミングが遅れて「申し訳ございません」みたいなことじゃ、ね、甘いのとしょっぱいのとせんべいと真っ白みたいな。<laughs> あと <laughs> は何がある <laughs>、うん、あるとはね眉毛はね謝られに行く時はね離してねちょっと下げ気味で書いていくねちょっと悲しそうな顔になるじゃん,ん謝ってる人みたいなメイクもメイク,メイクも怒られに行く時はちょっと眉毛をのね<ー>だからその眉間から離してね<ー>下げ気味に書くの。 ああいいかもしれないね温水洋一みたいな部下連れていくのもねだから温水さんの顔をあれだよちょっとパクってそうだよけ服装とかもさ赤とかピンクとか着ていかない方がいいじゃん蛭子さんみたいな服装でさんだな蛭子さんカラーにして蛭子さんカラーひどいことひどいところに名前が出てくるんだどうすると一番自分が怒った時にどう謝られたら一番気分いい まあだから近頃怒ることもねなんかこうじまあ若いやつなんかまあじ俺の怒りで怒ったりするのも3分の1ぐらいでこ,うこいつ怒っこいつのそいつを怒んなきゃ駄目だなと思って怒るからなあ<ー>、うん。でもなんか過去まあ怒られるのとっても大事でとんでもない時には一つや二つはもう 印象に残った怒られ方は覚えてるけどそれは本当に肝に銘じるけどもそれ以外のはなんかあれだよねあの怒りってあんまり通用しないね、うん、怒られてもあの何言ってやがるみたいな気持ちの方もちょっとあるよね私はさ、うん、自分で怒った時って考えると、うんうん、最初に、うん、とにかくすいませんでしたって謝って。うんうんうん その後事情話された方がいいのよ、うんうん、なんか事情言われると怒りに火油注ぐってうかさ、うんあのー「すいませんでした」は言わないけど「あのー、これ美味しいから食べるかい?」とかね、うん、言うのは誤ってる証だから大体、うん、やんだからそうだから、うん、<な>男がよく使う手でごまかしみたいに考えて<う>人が説教してる時にさ ちょっとこれ、って美味しい、なんか、これ美味しいとかって言われると、<laughs> <laughs> みたいな。もてさん逆効果みたいですよ。もうこの年になってなんでこう生きるの難しくなってるのかね。もっともなんか、もう1たつ1は2みたいな世の中はなんでないかね。もう世の中の僕たちも複雑だけど、世の中も複雑だもんね。